じゃあロゴだ。ナマステグラニーズより、どうもショウコです。めっちゃです。いやすごいとこに来ましたね。はい、ここは IDG モールです。はい、ニューデリーの高級ホテル。めっちゃ高級だよね。はい、めっちゃ高級。今日は何するんですか。いや今日はね、我々まだやってないグルメレビュー。どうも、IDG モールです。もしかしてインド料理ですか。もちろん初回はインド料理です。ますか、ブカラですよ。ちょっとわかんない。え、ブカラ住んでたら絶対に知ってるべきレストランですよ。マジで。もうあの超有名人、アーノルド・シュワルツェネッガーとか超有名人が来る。シュワちゃん来てんの。そうそう、ここにマジで来てるんだけど、すごっ。あるね、豆のカレーとタンドリーヨーグルト、めちゃめちゃ有名なんですよ。へ、あ、そうなの。前から来たくて、もうやっと来れて、超楽しみです。ほんまに。いや、本当にびっくりするって、マジで。ほんまに衝撃ですよ。ちゃんとお腹すかしてきたでしょ。まあ一応筋トレはしてきたけど、まあちょっと行っといたんですよ。なんてかっていうと、ここあの量めちゃめちゃ多いんだけど、ね、何かビビるぐらいでかいんですよ。そんなに。本当に10人前くらいだ。めちゃめちゃでかいな。そうだろ。本当はインドにしてもでかいって言っても過言ではないな。本当に。これどうするんじゃない。いや、もうね、想像がつかない。できますか。さあ、そんなの、さて、早速行きましょうか。まあ、行きましょうか。はい、はい、行きましょう。じゃあロゴだ。さあ、行くぞ。はい、じゃあお疲れっす。じゃあす。じゃあ早速ね、ちょっと料理頼もうかなと思って、メニューは両面、切り株のやつで両面あって、ほんとメニューすっごい少ないんだよね。これだけしかない。うん、結構少ないね。で、カレーも多分このさっきオープニングでこのダール、これかな、ダールブカ、これがあのまあ日本で豆のカレーかな、インドで味噌汁的な一つ。まあこれとね、あとちょっと適当にシークカバブなり、ちょっとタンドリーチキンちょっと頼んでいこうかなと。であとね、このナン、これがね、さっきめちゃめちゃでかいナン、2000ルピーズ、驚愕のナンじゃないですか。このナンブカラってやつ。そう、で普通のナンがあるんだけど、バターナン、これ275ルピーズ、まあ要は10倍ぐらいする。やっぱ10倍もするんだね。我々の席でちょっといいことにこう横でこう焼いてるところ、ほら、確かに一発撮ってあれが出てくるんですよ、これ。テンション上がんないですか。確かにね、いやこんな間近で作ってるの見たことない。じゃあちょっとね、早速これが料理なので食べていきたいと思います、うん、オーダーしてみましょう。じゃあ、油も Available, but this is too big for you. Come here, right?いや、来ましたね。どうすか、みんなが知ってるあの赤いやつじゃなくて、スパイスが乗った、ね、感じなんですけど、これがブカラで一番有名なやつですね。このチキン、はい、でこっちの真ん中のがマトン。うん、マトンだよ。でこれもちょっとまあ違う、ゴンレスの同じタンドリーチキンですね。うまそう。これなんかワンピースとか出てくる骨付きみたいな。すげえな。で、ここはあのスプーンとかフォークなくて、基本的にこれ全部手で食べる。あ、手で食べるんだ。なるほど、なるほど。あの付け合わせにね、こういう玉ねぎとかもう一緒に食べつつ、あとパッパドってね、これスナックみたいな付け合わせにある。じゃあ早速いただきましょうか。いただきましょうか。うまい。うまっ。めっちゃうまい。なんかね、普段食べるタンドリーチキンすごい辛かった、なんか唐辛子っぽい辛さがあるけど、これってなんかそんなことなくて、ちょっと上質なスパイスが出てくる。パンと焼かれてチップに焼かれて肉がめちゃめちゃジューシー。これやばい、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 やばい
全然食べやすい。全然食べやすい。辛い人苦手なの。全然出るから。なんだろう、焼き方が違うのかな。なんだろう。クリーミーなのすんごい濃厚で、ね、辛さも全然辛すぎず、なんかコクがすごいです。普段食べるダールってすごい辛くて脂っこいだけっていうのがあるんだけど、このダールはちゃんとなんか豆の味とバターのコクがすごい交わって、このダールにめっちゃ合いますわ。あ、これ進んじゃいますね。はい、どんぐらい減った？お、3分の1は3分の1、そうね、この辺まであったんだけどね。この辺はだいぶ私が制覇して、こういうのと美味しく食べながら、わー美味しいとかやるんだけど、もうそんな暇なくて、今練習の時の俺今飯トレを思い出して、飯トレな見てやがって、この今作り込んだけ乗ってるから、やば、いやもうなんか瓦持ってる、それ瓦この場合が割った瓦持ってみたいな。はいよな、これやばっ、だってまだエプロンくらいある。本当だよ、これ顔の3人で強くするな。ちなみに周りの客で頼んでるの俺たちだけだ。あの5人組のネットの人たちがいるけど、誰が頼んじゃなくて俺らだけこれ。周りめっちゃ驚いてる、はぁみたいな、これ何なんだ、なんだ、いいないですか、ありがとうございます。一時期食べたいと思います。はい、だいぶ食べましたね。いやもうね、これしかないんですよ。もうなんかね、ここまで来たらやってやる感いらないですけど、断線マジで本当にね、クッキーみたいな。半分以上はもういったよね。いったもう、まあ、もう多分ね、本当残り 20-30% ぐらいまでいってますね。それでもまださ、あの顔のサイズ以上はまだ残ってんだよね。本当にね、ひょっこりはんできるぐらいな、超でかいっすよ。気合に気合を入れてもすごいな。あとこれだけだよ、ね、これ多分ほんと何1枚分ぐらい。いや今日ね、相棒がマジでね、勝負だわ。多分なんちゃんサマジだったら絶対に1枚でしょ。若干ないと。 Well, congratulations, you finished this. Yeah, congratulations. I was thinking that you'll not finish this. お店の人には今ちょっとお前らマジで来るかって言われて、you know, that's an 8 naan. That's made with 8 naan. Ah, 8 pieces of naan. 最後ですね。一口ラスト、これ食べればもう食べきれました。もう8人前の naan もう食べきりますか、我々。いきますよ。よいしょ、完食です。ちょっと競技変わったね。なんかスポーツやってる感覚になりました。フードファイトだったよ、完全に。本当に食べ疲れですよ。ここ最近の撮影で一番辛かったです。確かに。いやね、うまいんだけどね、もう本当最後の方はなんかもう無言、終始無言でずっと食べるみたいな。なんかいろんな食べ方を編み出してるんで。いや、さよしたね、翔さん、どうでした？ここ数年で一番なんか飯を食ったかもしれない。いや本当に、まあ、8人前のなおほぼ、まあ、4人前食べたらもう、そうだよね、普段ないじゃんこれ。ない、
じゃあなんか今度ああいうナオ抜きで普通にね美味しく食べに行きたいですね。あ、まあそうだね。あの他のカレーとかあのお肉はすごい美味しかった。普通に食べたい。はい、ってことでね、頑張りました。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。